ジャーマンウィングス本社、ジャーマンウィングスは、ケルンに本社を置いていた、ドイツの格安航空会社。1997年にユーロウィングスの一部門として、スタート、2002年に100%出資の独立した会社となった。2009年1月、ユーロウィングスと共に、ルフトハンザドイツ航空の完全子会社となり、ドイツ国内、欧州各地への運航を行っている。 2013年に新しい CI を導入。フランクフルト空港及びミュンヘン国際空港発着便を除くルーフトハンザ運航路線についてジャーマンウィングスへの移管が順次進められ、2015年に移管を完了した。2015年10月、ルーフトハンザはグループ再編の一環として LCC をユーロウィングスに一本化することを発表した。 これ以後、ジャーマンウィングスのブランドは使われなくなった。ジャーマンウィングスは、ユーロウィングスのブランドの下で、その運行の一部を担っていたが、新型コロナウイルスの感染流行に伴う旅客需要低迷を受け、2020年4月、ジャーマンウィングスの運行終了を早める方針を明らかにした。2013年8月現在の機材平均年齢は7.8年。 以前はボーイング737から800なども保有していた。ありがとうございます。